南北、ウォーク、早淵川付近。上の高架線は、ブルーラインとグリーンライン。南北ウォークは、神奈川県横浜市鈴木区にある、横浜市営地下鉄ブルーライングリーンラインの、センター南駅とセンター北駅の間を結ぶ、遊歩道である。現在、周辺の開発が行われている。正式名称は、江北ニュータウン14号線。2006年3月31日。 センター北側にある、すでに舗装されていた150メートルの遊歩道と、新設した640メートルの遊歩道を、つなぎ合わせて、開通した。ちなみに、みき北ウォークという名は、地域住民によって名付けられた。今では、鈴木区のイベントなどで使われることもある。この遊歩道は、全区間横浜市営地下鉄部ーライン、グリーンラインの高架の間を通っている。沿線には、 ショッピング施設が多く、センター北駅一番出口から歩いてみると、途中、左側には、ノースポートモールと横浜市歴史博物館が見える。少し南の神奈川県道13号、横浜幾田線との立体交差付近へ進むと、右側に、江北港と広瀬電機の技術センターが、左側には、ルララ港北と東山公園が見える。早口川と交差して、 地蔵堂と保育園の間を抜け階段を上ると、左側には、港南ビル、右側には、村内ファニチャーアクセスの入ったビルが見える。両ビルの前を通る道路と、立体交差しながら進むと、センター南駅5番出口に到着する。ありがとうございます。